長谷川がいきなり決めてきました。リズムに乗れるディフェンスだったと思います。早めに打ってきたハレルソン、2連発です。ハレルソン選手のように大きな選手がスクリーン、味方の選手をダンク、アイラ・ブラウンのアンハンドダンクが出ました。大阪は昨日島根あるか、まだルーズボールになっていますが、ゴブゴールになった。最後橋本がタップして触った大阪ボールにしています。そして1人余っていた、今度さらにダンク、三重攻撃でした。シュートまでいけていません大阪です。さあ島根は同点に追いつく逆転のチャンス。山下、山下決めています。今日はプロに入って初スタメンですが、外国籍選手を中心によく守りを見せている頓宮です。ショットクロックギリギリで決めてきました。少し流れ手のシュートになりました。そうな展開はあるんですけど、このリバウンドに粘られてますよね。そうですね、はい、相手のシュートを出して落ちてるんですが、そのリバウンドを取られています。タイムの後の攻撃です。阿部潤が入っています。北が打ってきました。距離がありますが決めてきました。最初のスリーポイントになりますね。幸則ヘッドコーチとともに島根に移ってきて、この鈴木ヘッドコーチのバスケットをよく理解している選手でもあります。このこと打った、ショットクロックギリギリ、瞬間の一発目のスリーポイントっていうのはかなり効果的です。島根は最高の形でひっくり返しました。ダンク、中村選手よくアイラ・ブラウン選手にパスをしました。ここから回り込んだ阿部潤、ここはパスありませんでした。長いパス通る、そこ橋本拓也バンク、素晴らしいですね。ワンハンドダンク、もっともっとチャレンジしてほしいですね。これは映像をご覧の皆様も今のは大歓声に値するプレーということで、ワイチマネは事なきを得ました。まだ大丈夫、ローポストに入れたクベリにダブルチーム、オマラも行ってみました。頓宮、クベリ、ショットクロックギリギリで決まりました。ファウルゲームのことも考えて、早め早めにファウルになってもいいのでアグレッシブにディフェンスをしておきたい、そういったところだと思います。来ましたね。ここも橋本が突き放していきました。どうか、そして最後小原が決めています。大阪今日も90点以上乗せました。能見が入れて最後シュート決まった。最後得点が決まったところ、島根が80点に乗せたところでタイムアップ、試合終了となりました。